こんにちは、元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを面白く、わかりやすく解説しています。週数回程度、不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると、最新動画が簡単にご覧いただけます。今回のお題は、ロシア連邦軍についてです。ニュースなどではロシア軍と呼称されますが、正式名称はロシア連邦軍。その任務は、ロシア国防法によると、侵略の撃退、一体性及び領土的統一の軍事的保護、国内法及びロシアが批准した国際条約の定める任務を実施すること、国内外のロシア人の保護の4つであるとされています。4つ目の国内外のロシア人の保護は2009年に追加されたもので、これは国外においてロシア軍が行動できる法的根拠を与えたものです。国内はともかく、国外にロシア人の保護目的で出兵できるということになるので、かなり恐ろしい一文になります。恐ろしや。そしてロシアにとって具体的な脅威が何かということですが、各国の軍隊はドクトリンという基本原則、教科書のようなものを定めていて、ロシア軍のドクトリンによると、NATO、局地紛争や非軍事的手段による介入、テロ組織などの非国家主体の3つです。冷戦時代のソ連軍は、アメリカを中心とする NATO という大きな敵と核戦争を含んだ大規模戦争をするために存在していましたが、冷戦後のロシア軍は起きるかどうかわからない、少なくともすぐに起きそうもない大規模戦争よりも、目先の脅威であるテロや局地紛争といったあまり激しくない小規模の戦いを重視するようになっていきました。また冷戦においてソ連が事実上敗北した大きな要因は、経済規模の違いすぎるアメリカに対して同じ方法で軍拡を挑んだことが挙げられます。特に冷戦末期にアメリカのレーガン大統領が打ち出した戦略防衛構想 SDI は、今まで迎撃の難しかった弾道ミサイルを撃ち落とすミサイル防衛を強化することでしたが、ミサイル防衛とは1万キロ離れたところから宇宙空間を通ってマッハ20とかの速度で落ちてくるミサイルを撃ち落とすわけですから、ものすごい技術力と、それを獲得するための資金力が必要です。アメリカは年間100兆円近い軍事費をひねり出せる超大国なので、アメリカと軍事費で張り合ったら、勝てる国はありません。なので、同じミサイル防衛という土俵では戦わず、相手のミサイル防衛を突破できる極超音速兵器の開発に力を入れるという考え方をするのがロシア軍です。逆にテロ組織のように、きちんとした装備を整えることができない弱い相手には、それにマッチした兵器や戦術を用意するというのも、ロシア軍の基本的な考え方になります。どちらにせよ相手の得意な土俵では戦わない、自身の有利を生かすという考え方ですね。このため2007年以降、プーチン大統領が任命したセルジュコフ国防相が大規模な軍改革を行いました。そのうち大きなものの一つが、それまで6つあった軍管区を4つに絞ったこと。それが西部軍管区、南部軍管区、中央軍管区、東部軍管区。加えて海軍の一部である北方艦隊が軍管区に昇格していますので、この動画を作っている2022年の時点では5つの軍管区があります。多くの国の軍隊は陸軍、海軍、空軍の3つからなりますし、日本の自衛隊も陸自、海自、空自の3つなので普通なんですが、ロシア軍は一味違います。ロシア軍は陸軍、海軍と普通の国の空軍に相当する航空宇宙軍という3つの軍種に加え、戦略ロケット軍、空挺軍の2つの独立兵科が存在。先ほど説明した軍管区というのはかなり大きな権限を持っていて、それぞれが管轄するエリア内であれば、陸、海、空の3軍省を統一して指揮できるほか、軍事施設の維持運営、補給、演習、徴兵といった軍事行政も担っているので大変ですね。しかし現代戦というのは、陸、海、空、それぞれの戦力を統合、ミックスさせて運用しないとなかなか成果を上げることができませんから、軍管区に3軍種の統一指揮権を与えるというのは、大きなメリットを生みます。ちなみになんで3軍種の統合運用が必要かというと、特に空軍は、陸でも海でも活躍ができる特性上、陸軍と海軍の頭上を守ることができますし、長距離を高速で移動できるという長所を生かして、陸、海軍の攻撃を支援してあげることもできます。逆に空軍が頭上を守っていない場合、
敵の航空機によって爆弾やミサイルの雨が降ってくるので大変です。また海軍も位置によってはミサイル攻撃などで陸軍を助けたり、大量の人員や物資を運べるという船の利点を生かして陸軍の移動や補給を助けることもできますので、異なる軍種間での助け合いは現代戦では欠かすことができませんから、各軍管区を整理して三軍種の統合運用ができるようにしたのは実に合理的ですね。ただし独立兵科である戦略ロケット軍と空挺軍は最高司令部、つまり大統領が直接の指揮権を持っています。どうしてかというと、戦略ロケット軍最大の役割は戦略核抑止、つまり戦略核兵器の運用です。核兵器なんてものを使う判断は国の運命を左右する重大なものですから、最高指揮官である大統領以外に指揮権を握らせるわけにはいきません。核兵器を運用しているのは戦略ロケット軍だけではなく、海軍のミサイル原子力潜水艦や航空宇宙軍の戦略爆撃機などもありますから、こうした部隊も大統領が参謀本部を通じて指揮権を持っています。空挺というのは航空機で人を運んでパラシュートで落下する地上部隊ですから、長距離を移動できる上高い練度を求められる精鋭です。さらにはどんな事態でも迅速に動けるという特性も併せ持った強力な部隊ですので、参謀本部の直轄で運用されています。全体の構成ですが、ロシア軍の常備戦力の定数は約100万人程度とされていて、実数は幹部である士官が約22万人、志願兵である契約軍人が約30万人、そして強制的に軍隊に入れられる徴兵が約30万人の合計80万から90万人程度で、さらに有事に招集される予備役が70万人以上いるとされます。軍種と兵科ごとに分けると陸軍が約28万、海軍と航空宇宙軍がそれぞれ約15万、戦略ロケット軍が約16万、空挺軍が約5万といった感じです。日本の自衛隊が陸海空合わせて22万人程度なのと比べるとかなりの規模に見えますが、ソ連時代は半端なく、ソ連末期の1980年代では600万人以上の動員が可能だったことを考えるとかなり縮小されていますね。これは冒頭でお話しした大規模戦争から小規模の紛争やテロ組織などとの戦いや非軍事の脅威に対処するためにコンパクト化された結果です。大規模戦争ではとにもかくにも数がものを言いますから、速度よりも戦争が始まってからでもいいので数を揃えることが求められました。しかし軍隊というのは、私がいつも言っているように金食い虫で、存在するだけでアホみたいに金がかかります。よって大軍を必要とする場合、コストを抑えるために有事以外は招集せず、招集したところで職業軍人に比べて給与その他でお金のかからない徴兵の割合が多くなるわけです。コスト面で都合のいい徴兵ですが、やはり職業軍人である契約軍人に比べると普段からずっと訓練をしているわけではないので、最低限の訓練くらいはしないといけませんし、集めるのにも時間がかかるというデメリットもあります。なのでいくらソ連軍が600万人の動員が可能だったといっても、その全てをいきなり集めて軍隊として使えるわけではなく、呼んでから戦力にするまでにかなりの時間が必要です。これでは局地紛争やテロとの戦いのような小規模の戦場をごく短時間戦うのには向きません。小規模の戦いは参加する人数も少ないため、ロシアのウクライナ侵略のように10万人以上の兵力を集める手間も必要なく、その分突発的に始まる傾向があります。2008年にロシアとジョージアの間で行われた南オセチア紛争は、別名5日間戦争と呼ばれるほど短期間で終結しました。このような戦いでは何十万や何百万といった大兵力は必要ない代わりに、すぐに戦える即応戦力が必須です。ところがセルジュコフの改革が行われる以前のロシア軍というのは、この即応戦力が少なく、すぐに使える戦力はロシア陸軍のうち2割に届かなかったと言われています。なのでここにメスを入れてきちんと使える戦力にしたわけですね。徴兵した兵士を戦わせるためには、呼んで集めて訓練して部隊を編成してと面倒な手順をたくさん踏まないといけませんが、職業軍人である志願制の契約軍人ならすぐにスタンバイできます。だから今のロシア軍は徴兵中心だった編成から
徐々に契約軍人を増やして、すぐに動ける即応性を高めています。これもセルチュコフ国防省の改革によって、ロシア軍がコンパクト化された結果ですね。もっとも、セルチュコフ自身は、急激に軍改革を進めた結果か、汚職やらで追及されて失脚してしまい、改革は途中で頓挫してしまったので、でかい組織ほど変えるのは難しいってことを実感させられます。コンパクト化といえば聞こえがいいですが、要するに不要な人間の首を切りまくったわけなので、会社で言えばリストラ。組織としては人間がリストラされて規模が小さくなってしまうと、今まであった権限がなくなったり、課長や部長みたいなポストがなくなってしまったりして、承認させづらくなってしまいます。なのでこんな感じでリストラを断行すると、いろんな人間の恨みを買ってしまうんですね。恐ろしや！付け加えておくと、ロシア軍はソ連時代から使っている古い装備が多く、近代化がされていない部隊も多いため、装備の近代化などもセルジュコフによって積極的に進められました。まあこれに関しては予算の制約がかなり厳しいので、なかなか難しいみたいですけどね。とりあえずセルジュコフの改革を簡単にまとめると、即応性に欠けていた図体だけがでかかったロシア軍をコンパクト化して即応性を持たせ、軍管区を整理して陸海空軍の指揮を一本化して統合運用できるようにし、装備の近代化を進めたことの3つといった感じでしょうか。で、ここまで紹介してきたのが正規軍なんですが、これ以外にも準軍事組織が存在します。それが国境警備を担当する国境軍、大規模災害などに対応する民間防衛軍、大統領など要人の警護を担当する連邦警護庁、そして国家親衛軍があり、全部合わせると50万人以上の人員がいるとされています。それぞれの組織には担当する省庁が存在しますが、準軍事組織というだけあって、有事の際には国防省の統制下に入るようになっています。なお、最も誤解を受けやすいのが国家親衛軍で、字面だけ見るとなんだか精鋭部隊のような気もしますが、実際には治安維持などを行う組織です。今回のウクライナ侵略において、ウクライナ国内で目撃されていますが、おそらく占領後の治安維持を目的として入ってきたものと推測されます。ちなみになんだかよくわかりませんが、この国家親衛軍、なぜかウクライナ正規軍と激突し、大損害を出してしまったケースがあったようです。まあ正規軍じゃない治安維持部隊が正規軍と戦ったらボコボコにされて当然なんですが、ウクライナ軍がロシアの精鋭部隊に勝ったみたいな話もあったようで、そりゃ勘違いするよなって気はしますね。ここからは各軍種と陛下の特色について簡単に解説していきます。まずは陸軍ですが、先ほども言ったように総兵力は約28万で、うち半数近くが徴兵された兵士。セルチュコフの改革から徐々に徴兵を減らし、志願制中心の軍に移行しようとしていますが、難航しているようです。なお、ウクライナに侵略する前の段階で、19万もの大軍が国境線付近に展開されていましたが、これは即応できるほぼ全ての部隊をかき集めていました。ロシア陸軍に限った話ではありませんが、直接戦わない司令部要員や訓練が必要な兵士などの戦闘に使えない人員もいますし、国境や紛争地域などどうしても人員をある程度置いておく必要のある地域なども存在します。なので戦争が起きたからといって全兵力を他国に送るということはできませんし、地政学ロシア編で解説したように、ロシアの泣きどころの一つは世界最大の国土を有意していることで、なおさら兵力を分散配置しないといけないという弱点があるわけです。そんなロシアが即応戦力のほぼ全てにあたる19万もの大軍を国境線付近に集めるということがいかに異常なことかがお分かりいただけたのではないでしょうか。ロシアといえば戦車をイメージする人も多い気がしますが、ソ連時代には数万両の戦車を有する世界最大の機甲戦力がありました。ロシアになってからはかなり縮小されたものの、現役の戦車が2800両、予備として保管しているものも1万3000両ほどあると見られているので、依然としてかなりの数を持っていますね。アメリカの経済誌フォーブスによると、2020年時点での戦車保有台数は、ロシアが世界1位、2位がアメリカの6333両、3位が中国の5800両と続きます。ちなみに日本の陸自は570両です。ソ連以来、戦車や装甲車といった機甲戦力を重視しているのは、第二次世界大戦の戦訓に加えて、広い国土を守らなければならないロシアにとって、
戦車は高い機動力、防御力、そして圧倒的攻撃力と三拍子揃っているからという事情もあります。たった一両が来ただけで戦局がガラッと変わる兵器はそうそうありません。それとロシアには他の国では見られないユニークな兵器が多いんですが、その中でも目を引くのが対ゲリラ戦用兵器です。例えばトス1という多連装ロケットがあります。普通多連装ロケットというのは遠く離れた敵に対してロケットを連射しまくるという遠距離戦をメインに考えられているのが普通で、物にもよりますが、だいたい 40km くらいの射程があるんですが、このトス1の射程はわずか 3km しかありません。射程延伸型もありますが、それでも射程が 6km と多連装ロケットとしては異常なくらい射程が短いのが特徴で、戦車などの機甲戦力を持った正規軍相手には使いにくい兵器です。ですが正規軍ではないゲリラやテロ組織相手にはめっぽう強い特性があります。このトス1はサーモバリック爆弾という広範囲に爆発を起こすことができる特殊なロケット弾を撃つことができます。サーモバリック爆弾は塹壕や遮蔽物に隠れている敵も含めて広範囲をまとめて始末できる代わりに、戦車や装甲車、地下バンカーといったきちんとした装備や施設を持った相手には効果がありません。正規軍はこのような装備や施設があるのでトス1が活躍することは少なくなりますが、ゲリラやテロ組織のような正規軍以外の相手はきちんとしたものを用意できないのでめちゃくちゃ有利なわけです。装甲もそれなりにあるので戦車っぽい使い方もできます。こんな感じで弱い相手に対して効果的な武器を取り揃えて小規模の紛争などに備えているというのがユニークな点ですね。続いて長年にわたって我が海上自衛隊の宿敵であり続けたソ連改めロシア海軍。これも広大な国土による制約を受けます。国土が広すぎるため、守るべき海も当然広くなるわけですが、ユーラシア大陸の東から西まであるロシア海軍は、どうしても分断されてしまいます。ロシア海軍には5つの艦隊があり、日本と対峙する太平洋艦隊、北を担当する北方艦隊、バルト海担当のバルト艦隊、黒海担当の黒海艦隊、そしてカスピ海を守るカスピ小艦隊。地図をご覧いただければわかるように、それぞれが分離してしまっています。これが日本であれば普段はそれぞれの母港に分かれていますが、必要ならいつでも護衛艦隊の合流が可能です。それができないロシア海軍は致命的な弱点を抱えていることがわかりますね。日露戦争の日本海海戦で日本が勝てた理由の一つはこれですから。ロシア海軍の人員は約15万ですが、陸軍と違い、潜水艦の乗員は全員、水上艦の乗員のうち約9割が志願兵で構成されています。これはまあ私も一応元同業者だったからわかりますが、頭数が何より大事な陸軍と違い、海軍では一隻の船の戦闘力を高めるために人間が必要。逆に言えば船にとって役に立たない素人がいても意味がないからです。最低限の仕事を教えるにしても1年とか2年くらいは余裕でかかりますから、とてもではありませんが任期が1年しかない徴兵には任せられませんね。で、ロシア海軍はなかなかの苦労人で、ソ連崩壊の影響を最も受けた軍種かもしれません。というのもソ連崩壊で財政的に苦しむことになり、一時期は給与の支払いすら滞ることがあったんだとか。海事はドブラック企業みたいなもんですが、給与はきちんと支払われ、定年までは人生が保障されているのに比べるとロシア海軍は悲惨ですね。安定した公務員をお探しならどうぞ海上自衛隊へ。話を戻しますが、給与の支払いさえできないくらいですから、新しい船を作ったりする余裕はもちろんありませんでした。それどころか建造途中だったのに資金難で建造を諦めた船もいくつかあり、そのうちの一つがロシア海軍が手放した後ウクライナ海軍が引き取って中国に売り放ったクズネツォフ級空母バリアーグ、現在の中国海軍の空母遼寧です。2000年以降、経済が持ち直してからは海軍の再建が進み、新型艦も登場してくるようになりましたが、海事だったらとっくにスクラップになっていてもおかしくないような慣例40年を超えた老朽艦も多数存在します。兵器はだいたい20年くらいで1世代違う感じなので、空母みたいな箱が重要な一部の艦種以外は20年から30年くらいで廃艦にして新しい船を作っていくのが理想なんですけどね。とはいえ海事も今は船が足りなくて20年くらい寿命を無理やり伸ばして使っている船もあるので、
あんまりよそのことをとやかく言えませんが、こうした事情から新旧入り混じった船で構成されているのがロシア海軍で、少ない予算でなんとかやりくりしているのが見て取れますので、決して侮っていい相手ではなく、まともに戦って勝てる海軍はアメリカや中国など一部に過ぎません。とはいえ世界中に分散していることから、それぞれの艦隊の脅威度はかなり下がるんですけどね。保有する艦艇もロシアらしくユニークなものが多く、中でも重原子力ロケット巡洋艦キーロフなどは異彩を放ちます。ミサイルが登場する以前の水上艦のしぶきは大砲だったので、より大きな大砲を積み、敵の攻撃に耐える装甲を装備するために船を大型化する必要がありましたが、ミサイルがしぶきになった現代戦では必ずしもでかい船が強いというわけではなくなり、コストパフォーマンスの観点からも第二次世界大戦の頃よりコンパクトになりました。例えば米海軍の中でも比較的大きな船であるタイコンデロガ級でも基準排水量が7000トンほどで、海自の最新鋭イージス艦であるマヤも8000トンちょいくらいです。対してロシアのキーロフ級は圧巻の2万4000トン。武装も巨艦らしく、対空、対戦、対艦用と山盛りです。キーロフ級の建造は冷戦真っ只中の1974年に始まっていますから、当時の仮想敵であった米海軍のミサイル防御を突破するため、飽和攻撃といって防御しきれない数の対艦ミサイルを一斉に撃てる性能が求められました。なので海自は最大8発しか対艦ミサイル持ってないのに、キーロフ級は20発も持っています。また当時としては珍しく、レーダーに映りにくくするためのステルス性も考慮されて設計されていて、2万4000トンの巨体にもかかわらず、レーダー上は2000トン級の船くらいの大きさにしか見えません。さらに原子力を動力としていることから、長距離、長期間の行動が可能で、装甲も厚いので、多少の攻撃なら食らっても大丈夫という、これでもかっていうくらいいろんなコンセプトを盛り込んだ船です。本当にロシアって、こういう他に類を見ない兵器が、たくさんありますね。そして核保有国というだけあって、核ミサイルを搭載できる戦略原子力潜水艦を持っているほか、地上を攻撃できる巡航ミサイル原潜と水上艦や潜水艦と戦う攻撃原潜をミックスした多用途原潜という異様な船も持っています。恐ろしや。航空宇宙軍ですが、人員は約15万、戦闘機だけで910機、スホイ35などの強力な戦闘機も多数保有しています。ちなみに空自は300機ちょいくらい。しかしながら F-22 や F-35 といったレーダーに映りにくいステルス機を持っているアメリカに対し、ロシアはこれに対抗できるステルス機を戦力化できていません。レーダーにバッチリ映る非ステルス機がレーダーにほとんど映らないステルス機に勝てる確率はかなり低いので、アメリカ相手には分が悪い感じです。とはいえほとんどの国はステルス機を持っていないので、ロシアが強力であることには変わりありません。その他海軍と同様に戦略核戦力の一角を担っていて、1万 km 以上飛べる戦略爆撃機も取り揃えています。なので本来ならあっという間にウクライナ空軍を壊滅させ、航空優勢を確立するものと見られていましたが、どうしちゃったんでしょうね。いいことではありますが、ウクライナがロシア相手に善戦できている大きな理由の一つが、強力であったはずのロシア空軍の低調ぶり、特に陸上部隊を支援する近接航空支援がうまくいかなかったことと、地上攻撃によってウクライナ軍の対空レーダーや駐機している航空機を撃破できなかったことが響いているようです。この辺話し出すと脱線するんで、ここまでにしておきますけどね。戦略ロケット軍は主として戦略核兵器を運用する部隊で、軍人16万と軍人ではない軍属5万の計21万ほどの組織です。ソ連時代には4万発もの戦略核弾頭を持っていたとされる戦略ロケット軍ですが、ソ連崩壊によってその核戦力は大きく減っています。これはウクライナなど旧ソ連圏にあった国に核兵器が未整備で取り残されたために使用できなくなったり、生産ネットワークが切れてしまったり、予算が足りなくなったりしたために維持や新規生産することができなくなったためです。こうした事情でアメリカに対して核戦力で大きく遅れを取ってしまったロシアですが、通常戦力ではこれ以上にアメリカに水を開けられたために、核兵器を持ってアメリカの通常戦力を抑止する必要性が出てきました。そのため2010年代から ICBM の数を増やし始め、実際にウクライナへの侵略では
アメリカ、NATO の介入を抑止することに成功しています。保有する核兵器運搬手段も多岐にわたり、固定式のサイロから移動できる車両型もあり、残存性と即応性の強化に余念がありません。最後は空挺軍についてですが、人員は5万程度と他に比べると大きくはないものの、長距離を航空機によって迅速に移動し、空挺作戦用の戦闘車両を多数保有していることから、高い機動力と攻撃力を併せ持った強力な即応部隊です。2014年のクリミア侵攻においてもこの空挺軍が派遣され、わずかな期間でクリミア半島を制圧したことからも高い能力を持っていることが分かっています。ここまでがロシア軍の中核となる三軍種と2つの独立兵科についての解説でしたが、ロシア軍にはその他にも参謀本部零下に特殊作戦軍や参謀本部情報総局、その下のスペツナズなどの特殊部隊も存在します。さらには未だ徴兵が軍全体の多くを占める構成であることから、国民の愛国心を高めるため若者向けの愛国教育にも力を入れていて、2016年に新設されたユナルミヤでは8歳から高校生くらいまでを対象にキャンプのようなことから簡単な銃の取り扱いなどを教えています。その規模は実に80万近くいますので、ちょっと日本では考えられない感じでしょうか。まとめると、ロシア連邦軍の脅威は NATO、 極地紛争や非軍事的手段による介入、テロ組織などの非国家主体の3つで、大規模戦争をメインとしていたソ連軍よりも小規模な戦いに即応できるコンパクトな軍隊を作ろうとしていること。ロシア軍には陸海軍と航空宇宙軍からなる3軍種と2つの独立兵科である戦略ロケット軍と空挺軍があること、ロシア軍には4つの軍管区が存在し、それぞれに3軍種を統合した指揮権や行政権を与えてある程度の自由裁量を認めていること、戦略ロケット軍と空挺軍は大統領が指揮権を持っていること、他にも特殊部隊が存在し、総兵力は80万から90万程度に加え、予備兵力も70万人以上存在し、愛国教育の一環として8歳から高校生くらいまでを対象としたユナルミヤも80万近くいること、さらには準軍事組織として国境警備を担当する国境軍、大規模災害などに対応する民間防衛軍、大統領など要人の警護を担当する連邦警護庁、そして治安維持などを行う国家親衛軍があり、全部合わせると50万以上の人員がいて、有事の際には国防省の統制下に入るようになっていること。ロシア軍はアメリカ、NATO といった強力な相手とは同じ土俵で戦わず、核戦力を使って通常戦力を抑止しようとする一方で、ゲリラやテロ組織のような弱い相手専用の兵器を開発するなど、ユニークな軍隊であること。広大な国土を持つために軍隊を分散配置しないといけないという地政学的、あるいは予算不足という財政的な弱点も抱えているといった感じでしょうか。付け加えておくと、財政面で装備の刷新が進んでいないことや兵隊の強化についても様々な対策がなされていますから、ロシア軍としても自身の弱点をきちんと認識し改革しようとしてきました。それでも今回のウクライナ侵略で兵隊にほころびが見えたりする部分もありましたから、なかなか理想の軍隊を作るのは難しいです。湯水のようにお金をつぎ込めればいいかもしれませんが、そんなことできる国は多くありませんし、組織内で反発があったりもしますからね。ま、金がないのは俺も一緒だけどな。ということで、ロシア連邦軍について解説しました。そこそこの長さになってしまいましたが、これでもはしょりにはしょった結果で、本当なら陸軍に絞ったとしても解説することは山ほどあります。世界にも類を見ないユニークな軍隊であることからも、世界中にロシア軍マニアがいるくらいで、研究材料にこと書きませんからね。詳しい人からは、なんでここ説明しねえんだっていうご指摘もあるでしょうが、とりあえず入門編としてロシア軍をざっくり解説させていただきました。ロシアは依然として日本にとって脅威の一つですから、きちんと知っておかないといけません。敵を知り己を知れば百戦危うからずって昔の偉い人も言ってましたしね。ま、私は自分のこともよくわからないので、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけたら、ちょっと自分探しに行っていきたいと思います。サブチャンネルもきっと頑張る。多分。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。